食べ過ぎ、飲み過ぎ、運動不足、喫煙などの生活習慣はがんや糖尿病などの生活習慣病を引き起こす危険性を高めます。週刊健康マガジン、今夜のテーマは健康長寿日本一に向けてです。長崎県福祉保健部の上田さんにお話を伺います。長崎県は全国よりも10年早く高齢化が進んでいると言われています。日常生活を支障や制限なく送れる期間のことを健康寿命と言います。長崎県民の健康寿命の平均を見てみると、男性は 71.83 年、女性は 74.71 年で、47都道府県中男性は30位、女性は28位と近年伸びてきてはいるものの、いずれも全国平均を下回っています。長崎県民の健康寿命が短い傾向にある理由として、食や運動といった生活習慣が好ましくない状況にあるということが考えられます。野菜摂取量や日常歩数の平均を見てみると、長崎県は目標値や全国平均を下回っています。また生活習慣病の予防のために40歳から74歳までの方を対象にした特定健診の受診率も全国平均より低くなっています。人生100年時代を迎えようとする中、県民一人一人が健康への関心を高める必要があります。不健康な生活習慣が続くと、肥満症や糖尿病、高血圧症、脂質異常症など生活習慣病につながり、日常生活に支障をきたす危険性が高まります。生活習慣病を予防するためには、日常的な運動や食生活の改善など健康的な生活習慣の実践が非常に大切です。まずは今より少し長く元気に体を動かすことを意識してみましょう。例えば明日の朝10分間ウォーキングを行ってみるのはいかがでしょうか。健康で長生きをするためには、健康的な生活習慣の実践が非常に大切です。長崎県では県民の健康をサポートする環境づくりを行っていきます。週刊健康マガジン、次回は健康長寿日本一に向けて長崎県の取り組みをご紹介します。